ダンブリ長者の屋敷跡この奥の小川から米城川が始まる。また、この先にダンブリ長者の泉がある。しかし実際には上の方に本当の泉がありそこは地滑りでなくなったとも言われる。ダンブリ長者は秋田県と岩手県にまたがる伝説である。主に盛岡藩の数野軍の伝承であり、米城川の名前の由来や大日霊紀神社の縁起を伝える。 本地物の一つである。昔、出羽国の徳子村に、気立ての良い娘がいた。ある夜、娘の夢に老人が現れ、川上に行けば、夫となる男に出会うだろうと告げる。お告げ通り、娘は、川上のあずさわで一人の男に出会い、夫婦となって貧しいながら、仲睦つまじく暮らした。ある年の正月、また老人が夢に現れ、もっと川上に住めば、 徳のある人になるだろうと告げる。夫婦は川を遡り現在の米城川の源流に近い田山村に移り住み、よく働いた。ある日、夫が野良仕事に疲れうとうとしていると、一匹のダンブリが飛んできて、夫の口に尻尾で2.3度触れた。目を覚ました夫は、妻に不思議なうまい酒を飲んだと話し、二人でダンブリの後を追った。そして、 先の岩陰に酒が湧く泉を発見する。酒は尽きることがなく、飲めばどんな病気も癒された。夫婦はこの泉で金持ちとなり、多くの人が夫婦の家に集まってきた。人々が朝夕に研ぐ米の汁で川が白くなり、いつしか川は米白川と呼ばれるようになった。夫婦には、秀子という一人娘がいた。優しく美しい乙女に成長し、 やがて、慶大天皇に仕えて、吉祥姫と呼ばれた。夫婦も天皇から長者の称号を与えられ、段ぶり長者として人々に慕われた。年月が過ぎ、夫婦がこの世を去ると、主戦は、ただの泉になった。両親の死を悲しんだ吉祥姫は、都から戻り、あずさわの地に、大日礼気神社を建てて供養した。この姫も世を去ると、村人たちは姫を、 大日霊気神社の近くに埋葬し、銀南の木を植えた。これが、大日霊気神社の境内にあった大井町と言われている。岩手県八幡大市あざ平また、長者前集落の北方に米城川の源があり、ここに、長者屋敷があったとされる。長者は、直人と言われた。長者前集落には、現在、長者という屋号を持つ旧家もある。屋敷に大日人を、祭り、 秋田県和ズ市八万体の人たちが石堂に収めている。祭日には八万体の村人や平また、長者屋敷の集落の人たちが西名や石繁を備えて酒盛りをする。当時長者は千人の使用人と住んでいた。屋敷前の川で朝晩食べる米のとぎ汁が川下七里に渡って白く流れたという。そのため、この川を米白川と呼んでいた。 今の米城側は、それが添加したものと伝えられている。屋敷内には、長者が所有していた漆万杯、黄金奥奥など数多くの財宝が、朝日という日がさす、白はぎの咲くところに埋まっていると伝えられている。大日人のお告げとか、霊夢のお告げとか、駅舎の占いなどといってトークは、 北海道や九州からも幾十人かの物好きが探したが、その幸運を掘り当てたという人の噂はまだ聞かない。平又集落に泉山という旧家がある。現在の四代前の先祖が足毛馬を飼っていた。ある年の夏、放牧していた馬が長者屋敷内に埋めている漆の入った亀に足を入れ、右足に漆をつけていたのを集落の人が見つけた。 人々はその場所を探したが、見つけることはできなかった。泉山家では木枕にこの漆を塗って保存していたと言う。泉山家には、菊の門がついた仏壇があり、現在も保存している。正直な夫婦は泉を欲しい人に分けてやった。泉をもらい受けた者は、二度三度になるとその土地から、取れる宝物を持参して交換するようになった。伊の人からは、黄金の吹き目。 避内軍の人たちからは、苦弱石、海上軍の人たちからは、水漆、津軽軍の人たちからは、真珠の玉など、東北各地から、それぞれ贈られるようになった。そして、夫婦はみるみるうちに裕福になり、贈られた宝物は土蔵を建てて入れた。土蔵は十八に達し、東北一の長者になった。泣く井軍からは、角が一本生えた名馬が贈られた。 この名馬は、一夜のうちに、沼の水を飲み干し、ついたち数百里を走るので、龍馬と呼ばれていた。龍馬が住んでいた栗木田集落の上の森をお竜が、森と言った。長者の召使いのうちには、目、鼻、手長、足長の四人がおり、それぞれの名が示す通りの人通力を持っていた。四人は、たくさんの手下を持ち、山根を招いたり、山や沢頭を切り開いて、 田畑を作った。田山から瀬の沢を経て、花輪に通じる通称花輪越や田山から兄川、賢部を経て、あず沢を通り避難に通じる道路を切り開き、よく長者を助けた。人間以上に働くので、この四人と、弟子ともを天狗と呼んでいた。天狗ともは、湯せ温泉から八万体の間を渓谷を切り開き橋を一夜に、してかけた。これが有名な天狗教と伝えられている。 天狗友は天狗橋を駆けると、秋田に通じる仙北道を開くために出かけた。天狗友は天狗橋を駆けるのに時間がかかり、途中で夜が白々と明け始め、天狗友は帰ってきてしまい失敗した。この場所は夜明け島と呼ばれるようになった。長者は八戸に縄城を作り、これを仙北に水田を作って植えたとされる。また、各地から集まった稲を、 稲庭長根に長瀬場を作って乾燥させた。これが稲庭岳の名の始まりと伝えられている。長者の死の後、供養のため田山に一時帰った吉祥姫の付き添いの青蓮は病で土地の炉と消え、不幸が続いた。泣き殻を里外れの殿坂に葬り、世を立てて弔った。その後、工房大師が巡礼の際にこの世に泊まり、拓発をしながらなた作りの地蔵村を安置して帰った。 村人はこの世を横関の地蔵庵と言い、村人が亡くなるとここに葬るようになった。その後、1650年3月17日に、上防寺副蔵寺の末寺として、総当宗の田屋三地蔵王寺が建てられた。田屋とは、百姓の監督のために、殿様が平時住んでいたところである。現在、地蔵寺には1358年5月25日の日付が記され、 幕末に殿坂から地蔵寺に移されたと言われる、殿坂の日がある。地蔵寺白殿は1803年4月24日に、書かれた岩手県八幡大市、沢口の総統修寺院である、地蔵寺の縁起であり、当時の住職である、三もも侍哲夫賞によって書かれたものである。地蔵寺は段ぶり長者の屋敷跡に近く、当時の民衆に伝わる伝説も記録されていて、 上記の現代の伝説のいくつかが記録されている。しかし、彼は、長者屋敷跡を訪ねて、これを見るに誠に思いがけず、荒れ果てたありさまだ。樹木もなく、川岸が崩落して、泉の跡すら見分けられない。地形も花ははだ狭く、豪邸があった土地とも思えない。赤稜なサーベだけであるとし、ダンブリ長者は三夜を開拓したために長者と呼ばれたのではないかとし、 娘の時代によって長者語を得たことも、高等無形だとして一周している。この本の解題を書いた、安倍美紀夫は、段ぶり長者は、おそらく、法名同士や、松良長者などの影響を受けて成立したものと、考えらるとし、例えば、室町時代の小説集である、法名同士の冒頭部には、ここ、に、長者一人をはします。なお、バタンヒリ長者とサルケルとあり、 ダンブリ長者はこの長者名を引用したものと考えられるとしている。伝説のもとになった長者は実在したという意見もあり、岩手県八幡平一大山には長者屋敷の礎石が残っていたという。この地方で多く蒸した漆や砂金をもとに長者になったのだろうとする説もあり、砂金を取る際の粘土質の土が皮を白く染めたのだろうとも言われている。ダンブリ長者が亡くなる前に、 広大な屋敷あるいは近くのどこかに莫大な金銀財宝を埋めて今もあるという伝説がかなり根強く伝えられ残っている。全部で12節ばかりあり、それを裏付けるように一部の砂金、または金の延べ板、黄金の兵士のかけらを発見したという人もいる。明治から昭和初期にかけて数百人の人々が来て掘って一攫千金を夢見たが、 まだこれぞと思うのを掘り当てた者がいないという。高瀬博史の、おさ、沢鉱山伝説段ぶり長者埋宝秘伝では、それらの埋宝伝説が5つばかり記録されている。黄金の牛を埋めたと伝えられるのは、ネイシ地区で牛が伏している、形の黄金を埋めたので、ネイシと言われる。これと同じ形の石が今でも、野豪で、長者と言われる家の髪型にある。黄金の人形は、 長者前集落の大日社の近くの天王林の山頂に埋めたとされる。このほか、黄金の財宝は、天狗森、四角竹、稲庭学、法蘭平螺天で寺の土踏まずの丘、木名市、土沢地区内に埋められていたとされ、木名市のは沢や土沢の北口家は、財宝守りではないかと言われている。背の差は集落の西側の黄金沢にも埋められていて、 黄金沢の入り口に集落の人が焼け屋屋敷と呼んでいた武家屋敷があったとされる。この家が代々財宝守りをしていたが火災にあって家族もろとも消死したと伝えられる。また、八神学の山頂付近に3 0ルほどの平坦地がある。この土地を地元の人は雑土屋敷、雑土屋敷と呼んでいた。ここに住んでいた人が財宝守りではないかと言われている。 屋敷の近くに大人七人ほどが上がれる大きな石があり、ヘビ石と呼ばれ周囲の石と材料が異なるため、どこからか運ばれてきたとされ、財宝の目印ではないかと伝えられている。ダンブリ長者の物語は、大宇地方の盲人たちによって語られてきた、琵琶や、三味線などを伴奏にする、屋上瑠璃などで、神仏、社寺の縁起を説いた本地仏の一つとして、江戸時代に語られていた。 現在三種の写本が知られている。ダンビニ長者の本寺、数の軍伝、山村真由美ビル長者の本寺、ダンビニ長者本寺が知られている。成田守の屋上瑠璃の研究では本国、海大あるいは諸本の比較検討が行われている。ダンビニ長者本寺の海大で、近大地京介は、兄弟のダンビニあるいはダンビニは、古書にダンブリを往々として、 ダンビルとあるからこれもそう読むのであろうが、にを、ら、り、るに読むことは難しい。出力者の誤りであったか、それとも、転写の誤りで、あるいはろであるまいか。ビルシャナなどのビルを持って、ダンビルに当てたのが、炉の略体から偶然にに転写されてきたものかとしている。元来この伝説は、地元に伝わる素朴な昔話と中世独特の本次衰弱説を受けた、 神社演技と物語とを集合してできた屋上瑠璃、ダン、ビル長者の本事があって、この地方を漂白した下級宗教人や座頭たちによって語られたため、交換に伝わったものと考えられる。厚生地元では度重なる火災で国記録を消失してしまったため、南部藩に提出する公式記録等もこのフィクションに寄らざるを得なかったものと考える。菅ますみは、 今日のせば、野の,ので1785年の城で、あずさわの大日堂の混流由来館や、屋上瑠璃の段、ビル長者の本寺端に近い話を記録している。また、奥、風土記や、数の由来記にもこれに類する話が記載されている。昔話、伝説の段、ビル長者の本寺端は、秋田県数野市に2例、野城市二津井町に1例、小賀市羽根列に1例、 岩手県阿路町に一例、山口県沢郡に一例確認されている。段ブり長者伝説の中には、平安時代にこの地区の宗教的中心であったにコし情報寺長の天台寺との関連も伝えられている。裕福になった夫婦には、子供がいないという悩みがあり、そのため、稲庭岳を越えて天台寺の経線館ゼオンに21日間、通い続け、 万願の日の夜に観音のお告げがあり、姫を授かった。夫婦は、京仙の申し子であるというので、姫をカ姫と名付け、天台寺にワニ口を奉納したという伝説も残されている。天台寺がある城房寺と田山は深い関係があり、天台寺の山前や古紀等の生産地には段ぶり長者がいた田山が含まれている。物語では、段ぶり長者はもともと、 京都生まれだが、訳けあって若い頃に、長牛に住んでいた。あずさわの酒が好きな老人の養子になり、芝刈りなどで働き、その代金で酒を買い老人に飲ませていたという。姫の死後、直霊により姫と長者の霊を弔うため、大日者があずさわと長牛、と特こにそれぞれ建てられたという。大日者は、天台寺の宗派である、天台宗との関連が大きい。 三古伝説の一部の演起物では、八郎太郎の先祖が、大立市独古や安沢の大日堂の別当であったと、するものがある。戸和田信仰の宗派は、天台宗系の熊の権限である。ダンブリ長者伝説の米城川の白い濁りは、915年の戸和田火山の大噴火が原因であるとされている。また天台デラム915年の戸和田火山の、 大噴火によって成立した可能性が語られている。ありがとうございます。